スタートいたしましたのはグランプリ種目女子 400m 予選第2組です。第6レーンを走っておりますのは千葉産東方銀行日本記録51秒75を持っております。そして第3レーンは青木さん東方銀行。第6レーン千葉さん東方銀行、第5レーンが青木さん東方銀行。